おはようございます。教会へようこそ。シミルで、もしよかったら使って、ソンファイルの2ページにあるイマヌエルという曲を一緒に歌いましょう。6番のイマヌエル。皆さんおはようございます。希望バプテスト教会へ来てくれて本当にありがとうございます。本当にイエス様は
インマニュアルですね。私たちと共におられる、これは私たちの希望です。そして私たちが決して一人ではありませんですね。私たちは一人ではありません。イエス様は私たちと共におられるので、いつも二人ですね。二人、イエス様は私と共にいます。彼ですね。そして祈りで始めたいと思います。祈ります。愛する神様、今日私たちがここに集まって感謝しています。この時間を祝福してください。今日来てくれた人々を特に祝福してください。イエス様、もう私たちは一人ではありません。もう他の人々がいない時もイエス様、あなたは私たちと共にいて感謝しています。あなたの愛のために本当に感謝しています。そして今日のメッセージ、そして全ての賛美、もう全てのこと、この礼拝中祝福してください。あなたの栄光のために使ってください。本当にイエス様、あなたは素晴らしいです。もう私たちに愛を、本当の愛を教えてくれてありがとうございます。主イエスの皆によって祈ります。アーメン。じゃあ、それで何だっけ、献金、ありがとうございます。ホッキ君、献金を捧げたいと思います。そして私たちがそれをしながら、特別な歌を聴きましょうね。佐藤さん、お願いします。一緒に読みましょう。リューカさんはいいですか？お願いします。あ、リューカさん、あ、そうですね、すいません、あ、どうぞ、ごめんなさい、すいません、
それでは、3月の暗唱聖句を一緒に読みましょう。3、はい。ローマ人への手紙8章1節から2節。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の一方が罪と死の一方からあなたを解放したからです。ローマ人への手紙8章1節から2節。ありがとうございます。あ、ね、ルカさんは私より本当に上手ですね聖書を読むことは。本当にルカさん、アイザーは本当に本当に。じゃ あそれではもう一曲を歌いたいと思います。そして私たちがこれを歌いながら、子供たちはレベル先生と一緒に希望キッズプログラムに行ってください。ありがとうございます。そしてクリスタさん、お願いします。はい、じゃあ次はソングファイルの4ページにある14番目の静まった支援という曲を歌いたいと思います。一緒に立って声出しましょう。でイエスとイエスの教会のシリーズを続けますよね。そして今日のテーマは人間の不忠実にもかかわず忠実なイエス。それはゲツセマネの園の話です。実はそれを呼ぶことができます。でも他にゲツセマネ2つの園の話と今日のテーマが呼ばれる可能性もあります。
しかし簡単に言うと、今日にはゲツセマネを語ります。ゲツセマネは本当に大事な話です。そしてもうそれを、読みたいと思います。これはルカの福音書22章39節から71節まで読みます。長いので私が読む代わりに、聖書、聞く聖書ドラマアプリを私たちのために読んでます。でもこれはルカの福音書22章39節から71節。これは日本の聖書で167ページですね。167ページ。39節から71節。でも読む前にちょっと文脈を伝えたいと思います。教えたいと思います。先週ね、先週、イエスと弟子たちが一緒に杉越しの食事をしたのを見てきましたね。それは、22章の最初のところでしたね。1節から、38節までですね。そのことでした。そして39節から71節が杉越しの食事の後、すぐに起こりました。そして39節によれば、この話はオリブ山に起こりました。それはエルサレム都市、その市の隣です。そしてマタイの福音書とマルクの福音書によれば、もうオリブ山にあるゲツセマネと呼ばれた園がありました。そして実はゲツセマネの意味はオリブの意味です。それはオリブの園とか、オリーブの木がたくさんありました。そしてその園でした。では、ゲツセマネの園でこの話が起こりました。では、この箇所を聞きましょう。ちょっと待って。じゃあ、39節から。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来ると、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさい。と言われた。そしてご自分は弟子たちから離れて、石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて、祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだいていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。イエスがまだ話をしておられるうちに、見よ、群衆がやってきた。12人の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。しかしイエスは彼に言われた。ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主よ、剣で切りつけましょうかと言った。そしてそのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、そこまでにしなさいと言われた。そして
耳に触って彼を癒された。それからイエスは押しかけてきた祭司長たち、宮の守衛長たち、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って出てきたのですか。私が毎日宮で一緒にいる間、あなた方は私に手をかけませんでした。しかし今はあなた方の時、暗闇の力です。彼らはイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れてついていった。人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。しばらくして他の男が彼を見て言った。あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロは、いや違うと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった、ガリラヤ人だから。しかしペテロは、あなたの言ってることはわからないと言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。さてイエスを監視していた者たちはイエスをからかい、鞭で叩いた。そして目隠しをして、当ててみろ、お前を撃ったのは誰だと聞いた。また他にも多くの冒涜の言葉をイエスに浴びせた。夜が明けると民の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まり、イエスを彼らの最高法院に連れ出してこう言った。お前がキリストならそうだと言え。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう。私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。だが今から後、人の子は力ある神の右の座につきます。彼らは皆言った。ではお前は神の子なのか。イエスは彼らに答えられた。あなた方の言う通り、私はそれです。そこで彼らは、どうしてこれ以上証言が必要だろうか、私たち自身が彼の口から聞いたのだと言った。ルカの福音書22章42節から44節に書いてあるイエスのゲツセマネの祈りを、もう一度読みましょうね。42節、父よ御心なら、この菅月が書いてありますけど、簡単に言うとカップですね。カップ、実はカップです。このカップを私から取り去ってください。しかし私のお願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみも抱いていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちたと書いてありますよね。この箇所でイエスが痛みと苦しみから逃げたい人間の性質と
戦うのを見られますよね。先週見たようにイエスはユダに裏切られると知っていました。すぐに苦しんで死ぬのをイエスが知っていました。だからイエスは祈りました。父よ、御心ならこのカップを私から取り去ってくださいと祈りました。カップには十字架の苦しみだとイエスは意味しました。しかし神様と人類へのものすごい忠実でイエスは続けましたね。しかし私のお願いではなく心がなりますようにと祈りましたね。ご自分の人間らしい望みよりイエスは父なる神の計画を信頼しました。ご自分の苦しみから救いよりイエスの自分の救いよりイエスは人類の救いを望みました。しかしイエスはすぐに起こる十字架の苦しみから逃げる誘惑と戦いながら何をしましたか。近い友人たちが祈るのをお願いしましたよね。イエスの第一の大変な時に友人たちが祈ってほしかったです。イエスは彼らの祈りに頼っていました。イエスの一番暗い時に友人たちと一緒になりたかったです。イエスは友人たちに頼っていました。ではイエスの一番近い人間の友人たちがどのようにして反応したでしょうか。寝ていました。彼らが寝ました。またマタイの福音書26章によれば1時間以下に彼らが寝ていました。イエス様が弟子たちに祈ってください、私のために祈ってくださいと言うと1時間以下にすぐに彼らが寝ました。イエスの一番暗い時に友人たちが1時間さえも我慢できませんでした。彼らが寝ました。イエスの最大の逃走中、不安のせいで汗が血の滴のように血に落ちながら友人たちはイエスをがっかりさせました。彼らが寝ました。そしてその同じ時にイエスの誓いの12人の弟子たちの一人というユダが来てキスで神の子であるイエスを裏切りました。それをもう一度読みましょう。47節から48節イエスがまだ話をしておられるうちに見よ、群衆がやってきた。12人の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。しかしイエスは彼に言われた。ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか。イエスの一番近い3人の友人がイエスのために祈らないで寝ました。その後イエスの友人というユダがキスでイエスを裏切りました。次何が起こったか見るために54節も読みましょう。54節、彼らはイエスを捕らえ引いていき大祭司の家に連れて入った。ペトロは遠くから離れてついていった。大祭司の家、これはその時の一番偉い
宗教的なリーダーですね。大祭司はそのグループのリーダーです。そして彼の家でイエスが判断された中、ペトロが見ました。証人がイエスに対して不正な証言しながら、ペトロが聞いてみました。イエスを犯罪で告訴されたのを聞きました。これはペトロのチャンスですね。彼が目撃者としていつもイエス様と言いました。そして目撃者として証言してイエスが無実だと証明ができますよね。イエスのためにかばうことができました。弟子たちの中でペトロはその ガッパウチャンスがありましたね。弟子たちの中でペトロは一番大胆な弟子でしたね。例えば海の上にイエスと共に歩きました。ある日弟子たちが船の中に座って、イエスが海の上で歩いて、そしてペトロが、いや、あなたはイエスなら私が あなたのところに行ってほしい。そしてイエスは、じゃあどうぞ来て。そしてペトロがボートから出て海の上で歩きました。本当に大胆な弟子。そして またペトロは最初の教会のリーダーでした。イエスがペトロにそれを言いました。リーダーとしてこれはペトロのチャンスですね。何か話すことができます。神の公営の忠実さをペトロが証明するチャンスがありました。人類にはこれは重要なテストでした。私たちは神様へ忠実でしょうか。忠実になるでしょうか。イエスのために支持するでしょうか。いえ、ペトロが失敗しました。56節読みましょう。するとある召使いの女が明かりの近くに座っているペトロを目しじっと見つめていた。この人もイエスと一緒にいました。しかしペトロはそれを否定して、いや、私はその人知らないと言った。しばらく他の男が彼を見ていった。あなたも彼らの仲間だ。しかしペトロは、いや、違うと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だ。一緒だった。ガリラヤ人だから。しかしペトロは、あなたの言っていることはわからないと言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。と言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いたと書いてあります。これはペトロのイエスのために支持するチャンスでした。 何か言うことができました。イエスために証言する可能性がありました。しかし過ぎ越しの食事でイエスが言ったように、ペトロが神の子であるイエスを3回否定してしまいました。そして3回目否定しながら、その一瞬、イエスがペトロを
見ました。ペトロとイエスの目が合いました。イエスの痛みを想像できるでしょうか。ペトロの恥や罪悪感を想像できるでしょうか。イエスの一番近い友人であるペトロがイエスの一番暗い時にイエスを否定してしまいました。だからこそイエスは一人で立って大祭司で判断されました。またペトロが泣いて逃げました。それでこの状況のすべて見られますよね。イエスのために支持するべき人々、イエスを かばって支えるべき友人が逃げてしまいました。人類がイエスを見捨ててしまいましたよね。次66節を読みましょう。66節、それを読みましょう。夜が明けると民の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まり、これはもうその時の宗教のリーダーたちですね、集まりイエスを彼らの最高法院に連れ出してこう言った。お前がキリストなら、キリストはメシアの意味ですね。では彼らの質問は、あなたは本当に神の子ですかということです。お前がキリストならそうだと言え。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう。そう書いてありますよね。この箇所でイエスは宗教的なリーダーたちの前に立つのを見られます。この人々は神様のしもべですね。これは宗教的なリーダーたち、そして神様のもうしもべであるべきでした。彼らが神様に従うべきでした。また神様の御言葉によれば人々を導くべきでした。イエスが神の子だと認めないことで彼らの完全な失敗が見られます。イエスは明らかにご自分は神の子だと彼らに伝えました。メシアだと言いました。それもう40節を読みます。彼らはみんな言った。ではお前は神の子なのか。イエスは彼らに答えられた。あなた方の言う通り、私はそれです。そこで彼らは、どうしてこれ以上証言が必要だろうか、私たち自身が彼の口から聞いたのだ、70節でイエスが明らかに私は神の子だと伝えました。明らかでしたね。そして宗教的なリーダーたちがイエスの声明でイエスを断罪しました。では22章は、ルカの福音書22章はイエスへの完全の裏切りで終わりました。イエスは信者によって裏切られました。友人たちによって見捨てられました。一番近い友人によって否定されました。宗教リーダーたちによって告訴されました。宗教リーダーたち、神様のしもべたちは神の子を有罪と判
決しました。ではこれを通して聖書がエレンのその話を繰り返すのを見られます。アダムとエーバですね、その話ですね。アダムとエーバがエーデンの園で神様に従うか、もう選択があったように、ゲツセマネの園で人類がイエスに従うか選択もありました。しかし、機会があれば毎回人類が神様を裏切りました。エーデンからゲツセマネまでずっと神様に対して人類の失敗する話です。不忠実な話です。イエスは病人たちを治して、お金がない人々に食べ物を与えて、人々を慰めて、みんなを愛してくれました。そして一番大切な時に私たちのイエスへの反応は何でしたか？裏切りでした。放棄でした。これは全てを、宇宙を作ってくれた神様の御子です。神様ご自分が人間として生まれて私たち共におられた神です。人間です。私たちに愛を教えてこの全てのことをしました。しかし私たちの反応は裏切りでした。放棄でした。しかし、次は神の子の美しさだよ。イエスは神だけではありません。イエスは神だけではありません。イエスは神と人間ですよ。これは大事な聖書の真理です。イエスは神だけではありません。人間だけではありません。イエスは神と人間ですよ。100% 神であって 100% 人間でした。だからこれは大事な真理ですよ。言い知らせです。なぜでしょうか？なぜならエレンの園で男であるアダムが神様を裏切りましたが、神であって人間であるイエスはゲツセマネの園で従順でした。忠実でした。忠実なイエスのうちに人類が償われました。贖われました。ゲツセマネの園で弟子たちが祈りませんでしたね。しかしイエスは祈りました。ユダがイエスを裏切りましたが、イエスは神様の計画に完全に従いました。イエスの友人たちが逃げましたが、イエスはそうしませんでした。ペトロがイエスを否定しまいましたが、イエスは神を否定しませんでした。宗教リーダーたちが神の子を正しくないと判断しましたが、イエスは父なる神を正しいと判断しました。イエスのうちに私たちの失敗、ミス、罪、すべてが正しくなりました。私たちがあるべきことで、イエスはその方でした。私たちがするべきことで失敗しましたが、イエスはするべきこと、すべてをちゃんとして、しました。私たちが失敗した点で、イエスは成功しました。この真理分かりますか？神様、イエス様は神様と人間でした。そして神様、
と神様を通して完璧でした。そして人間として私たちの価値を勝ちました。全てを成功しました。これは2つの園の話です。2つの園の話です。これはエデンとゲッセマネの話です。エデンの園で人類は神様に対して反逆してしまいました。しかしゲッセマネの園でイエスは父なる神様に完全従いました。ゲッセマネはエデンの反転です。反転です。両方の園で神様に従うか従わないかの選択がありました。両方の園で誘惑がありました。エデンでアダムとエバが反逆するのを選びましたね。しかしゲッセマネで苦しみから逃げる人間の欲望よりイエスは神様の父なる神様の御心に従うのを選びました。両方の園で神様の性格が判断されました。知らぬ神は良いでしょうか。私たちには神様はベストを知っているでしょうか。本当に私たちが神様を信頼できるでしょうか。ということで神の性格が判断されました。エデンでアダムとエバが神様は信頼するにふさわしくないと判断しました。してしまいました。ゲッセマネでイエスは父なる神様の計画を信頼しました。では再来週の日曜日、私たちはイエスの選択の結果を見られます。しかし今日にはこの話の意味を考えましょう。特に私たちへの意味を考えましょう。人生は誘惑の園で溢れています。ちょっと例えですね。誘惑の園で溢れています。私たちはいつも選択があります。私の意思か神の意思でしょうか。私の望みか神様の御心でしょうか。どちら従うでしょうか。神様を信頼するか逃げるでしょうか。お願いします。逃げないでください。信頼するにイエスはふさわしいですよ。イエスを信頼してください。あなたを助けられるイエスに向かってください。またクリスチャンには、あなたはクリスチャンだったらもうイエスを信じていました。それはあなたなら、あなたにはイエスのように忠実だと選びましょう。誰かが私たちに祈るようにお願いすると私たちはどうすればいい。彼らのために祈りましょう。誰かのために真理で支えるチャンスがあるなら逃げないでその人を支持しましょう。否定しないで、もう支持しましょう。神様と人間へ忠実になりましょう。イエスのようにそうしましょう。しかし私たちは忠実ではないときにどうしましょうか。私たちが失敗して逃げてしまうならどうすればいいでしょうか。イエスの弟子たちが失敗して
逃げてしまいましたよね。私たちも失敗します。しかしイエスは決して失敗しませんでした。また実はイエスは決して失敗しません。あなたは忠実ではないさえもイエスは忠実です。だからあなたは失敗するとイエスに向かってみてください。彼の身腕は開いている。いずれも戻ることができます。罪を犯すときにイエスに戻りましょう。誘惑があるときにイエスの助けを求めましょう、okay? しかし誰かが私を失敗する場合、私に対して失敗する場合、どうすればいいでしょうか？誰かが私に対して悪いことをしてしまうならどうすればいい？ってどうすればいい？例えば誰かが私のために祈ってくださいとお願いしましたが、彼らが祈りませんでした。私が助けが必要とするとき、本当に助けが必要としました。そのとき、その人が逃げてしまいました。私を守る人、私を支持する人、助けられる人が必要としたときに、一人で私が立ちました。そのときにどうしようか。イマニュアルであるイエスはいつもあなたと共にいるのを覚えてください。イエスは忠実な友人ですよ。イエスは忠実な証人ですよ。忠実なリーダーです。あなたのために忠実に祈る方、イエスは私たちの壊れた心を忠実に治す方です。フェイクのキスがあったかもしれませんが、イエスのキス、あるいはイエスの愛は真であって忠実です。誰かがあなたを否定するかもしれませんが、イエスは決してあなたを否定しませんよ。イエスはあなたを決して不当に告訴しません。他の人々は祈らないさえもイエスはあなたのために祈ってくれます。例えばゲツセマネでペトロがイエスのためにあまり祈りませんでしたね。すぐに 寝ちゃった。それが起こりましたが、イエスはペトロのためにちゃんと祈りました。ルカ22章31節から32節を読みましょう。それを31節から32節。シモン、シモン、これはペトロの他の名前です。簡単に言うと、ペトロ、ペトロ、見なさい、サタン、悪魔があなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。私はあなたのために祈りましたよ。ですからあなたは立ち直ったら弟子たちを力づけてやりなさいと書いてあります。ね、ペトロが失敗しましたけど、イエス様は彼のために祈りました。そしてその話の後、私は知ってます。ペトロが戻ってイエスが彼を助けました。ペトロがイエスを否定してしまいましたが、
ペトロ、あ、イエス様はイエス様の右腕は開いて、そしてペトロが戻りました。イエスはペトロのために祈りました。イエスはあなたのためにも父なる神様に祈りますよ。あなたは一人で立ちながら、イエスはあなたと共に立ってくれますよ。あなたは疑いで溢れている時に、イエスはその時もいます。だからあなたの忠実な友人イエスを覚えてください。私たちのトラブルの中で、悩み中、悪い状況で、私たちの忠実な友人イエスを覚えましょう。すべての他の人々があなたを失敗するとき、イエスはあなたを決して失敗しませんよ。イエスはイマニュエルです。あなたと共にいる神です。またゲツセマネの話は次のように誘惑ができます。私たちが失敗し続ける際も、イエスは私たちに不動に忠実な友人です。人間は失敗し続けるかもしれませんが、イエスは決して失敗しません。イエスは忠実です。それを忘れないでください。アメン。じゃあ祈りしたいと思います。愛する神様、私たちはよく罪を犯して失敗してしまいますが、あなたは忠実です。私たちが罪人であった時にも、イエス、あなたは私たちの身代わりに罪の刑罰を苦しんでくれました。あなたの愛は素晴らしいです。あなたは忠実です。ありがとうございます。そして私たちが疑いがある時に、忠実なイエスにもらえるように助けてください。あなたと話されるように助けてください。私たちが逃がれないように助けてください。他の人々が私たちを必要とするときに、私たちが否定しないで、逃げられないように助けてください。私たちがイエスのように忠実に なりますように祈ります。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。じゃ お知らせ前に、もう一曲を歌いたいと思います。これはソングファイルの2ページ9番です。キリストにあって、すいません、2ページ、キリストにあってという曲で歌いましょう。座りながら歌いましょうね。1番と3番。安らぎ希望は
スだけ主と一つにされて満たされた心は歌うキリストにあって。罪に力はない、イエスだけが救い、鎖解かれ自由になるキリストにあって。ね、今日のメッセージはあんまり、いや、分かりやすい分かりやすくないかもしれません、本当に深い意味がありました。そして それ分からないところがあったらいつでも私とレベルと話してみてください。これは本当に深い意味があります。実はもうね、赤ちゃんからずっと私が教会に行きました。何千のメッセージ、聖書のメッセージを聞きましたが、本当にもうこの真理あんまり分かりませんでした。ちょっと多分ティーンエイジャーの時まで分かりませんでした。そして多分分からない人がいます。そしてその人はいつでも私と話してみてください。キリスト教、イエス様のことはいつも私は聖書から教えますけど、他のことはあなたは私と話すことができます。そのところはあまり分かりませんです。その場合だったら私と話してみてください。同じようにイエス様は福音書、またマルコ、ルカ、ヨハネで、それを何回も見ました。イエスは何かメッセージをして、人々は分かりませんですが、もうちょっと離れました。でも他の人は、弟子たちとか信者は後でイエスと聞きました。そして本当に分からないなら私と話してみてください。 OK? 大丈夫ですか？ OK、 じゃあ佐藤さん、お知らせいいですか？お願いします。はい、では教会からのお知らせです。日曜日、石川市2時からインターナショナル礼拝の方を出ます。英語でお話しますので、ご喋り方、英語勉強した方もぜひご参加ください。日中の朝ですが、10時から10時半ぐらいまで道しるべという学びやっています。どなたでもご参加できますので、ぜひご参加ください。英語カフェの方ですが、来月5日と19日8時からアピタのスターバックスで行っています。こうやって日曜日ですが、毎週この礼拝の後みんなでご飯食べてますので、ぜひご参加ください。女性の聖書クラブ、第2、第4木曜日11時からということですが、詳しいことはルベルさんの方に聞いてください。続いては、今日ですが、お昼の後祈り会みんなで行いたいと思いますので、ぜひご参加ください。来週ですが、晩餐式、生産式ということで来週行います。あとは9日は、イースターということで、どうたちが行く半島とかして、その後お花見でみんなで遊びましょうということになります。よろしくお願いします。本日は以上です。ありがとうございます。皆さん